こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、 夏のボトムスはこの3種類だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます夏はですねファッションを楽しみたいという欲もあるんですが一方でもう暑すぎてもうそれどころじゃないという方多いかなと思うんですね僕も一円の中で夏というのは好きなんですけどもおしゃれのモチベーションはちょっと下がるんですねしかも夏は着用点数が少ないのでおしゃれに見せるのが難しいわけなんですが そんな夏に合うボトムスってどんなものがあるのかというところで今回はですね、なるべくシンプルに3本だけに限定して皆さんにですね、おすすめのアイテムをご紹介をしてみたいなと思っています。まあ夏といってもですね、本当に暑い日もあれば、まあちょっとこう冷房下にいて大人っぽく見せたいなという時もあるかなと思うんですね。ですのでそれぞれのシチュエーションに応じながら、まあこの3パターンあれば十分回ってしまうのかなというものをですね、 皆さんにお伝えをしてみたいなというふうに思っています。まあ、ボトムスというのもですね、たくさんの選択肢はあるんですね。本当にこう、デニムもあれば、チノパンがあったりだとか、あとはカーゴパンツだとか、 ショートパンツとかいろんなものがあるんですが意外と大人の男性に似合いやすいものしかも使い勝手がいいものという形で限定をすると結構使えるものってそんなに量はないかなと思ってるんですねですので今回ご紹介する3本これぐらいあれば十分かなと思うのでぜひ皆さんですね最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速 行ってみましょうはい、ということで早速ですね、夏向けのボトムス1本目から皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、僕が今履いてるのはですね、シアサッカーパンツなんですね。 これはまさに夏にぴったりのアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、まだお持ちでなければトライをしていただきたいなと思います。まあ、シアサッカーというと、名前聞いたことがないという方も少なくないかなと思うんですが、表面に凹凸感があるんですね。ちょっとこちらの画像を見ていただきたいなと思うんですが、表面がちょっとボコボコしていまして、肌との接地面が少ないので、夏でもですね、快適に履けるのがこういったシアサッカー素材なんですね。 そして肌触りも滑らかなので履き心地もいいですし僕が今履いてるのは今季のグリーンレベルのもので大山衆のコラボカラーのものですねダークグレーなんですがまあこれはですね本当に軽くて肌触りもいいのでめちゃくちゃ履きやすいんですねまさに大人の男性が夏に履くようなちゃんと丈のあるパンツの中では僕はこれは快適で使いやすいのかなと思っていますまあこのようなパンツって基本的に正当派のものが多いので今履いてるものもそうなんですがもう周りには適度にゆとりはあるんですけどもテーパードが いいいていて足が綺麗に見えるというものこういったものが大人っぽくて使い勝手がいいかなと思います。まあ色はですね、様々な選択肢があるので、ブラックだとかネイビーだとかグレー系が使いやすいかなと思うんですが、まあ、個人的にはこのダークグレーですね。この仕上がりがめちゃくちゃ良かったので、今季はこちらをですね、履き倒したいなと思っています。ダークグレーとブラックの2色でできていまして、まあ縦にですね、ストライプのような形でラインが入っているので、足長効果もありますし、ボトムスってやっぱり濃い色の方が合わせはしやすいんですね。 Yeah. 今上にはですね、ダークグリーンの T シャツを着ていますが、まあその他にもブラックの T シャツだとか、あとはホワイトにも合いますし、比較的何にでも合わせやすいのがグレー系のパンツの良さなので、こういったグレーをベースにしたようなシアサッカーパンツ、これは一本あるとすごく便利なのかなと思っています。で、足元なんですが、これまたいろいろとあって、白系のレザースニーカーでも合いますし、ちょっと旬な感じを出したかったら、今季はこういったレザー系のサンダルがすごく旬で、いろんなところから出てるんですね。今 僕がが履いてるのののは去年の GU のグルルカサンダルなんですが、まあ、このような形で足元にちょっと涼しさだとかトレンド感を交えてあげるのもいいかなと思うのでこのねシアサッカーパンツはぜひ皆さんにはトライしていただきたいですね。 まあこの後にもご紹介しますが、通年で使えるようなボトムスももちろんいいんですが、その季節ならではみたいなものがあると、すごくオシャレに見えるので、そういった点ではシアサッカー素材っていうのは、もちろんオシャレが好きな方であれば、ある程度名前もしてますし、トライをしたことがあるかなと思うんですが、一般的にはまだまだ履いてる方は少ないかなと思うので、ぜひですね、人との違いというところを明確にしながら、オシャレを楽しむためにも、こういったシアサッカーパンツ、トライをしていただければなと思っています。 はい、続いて2本目のボトムスなんですが、僕が今履いている、まあ、短パンですね。これも真夏のマストアイテムですね。1本はやっぱり持っておいて間違いがないかなと思うんですね。まあ、夏の中でも8月中旬ぐらいですか めちゃくちゃ気温が上がるときなんかは、短パンがないとさすがに厳しいかなと思うので、僕も必ず一本はですね、クローゼットの中には持つようにしています。まあこのような短パン、ショートパンツっていうと、なかなか大人世代には似合いづらいというイメージはあるかなと思うんですね。まあ現に僕もですね、最近なかなか短パンって似合いづらいなと思ってきたんですが、まあこういったものも選び方だとか、コーディネート次第で大人っぽく着ることができるので、まあそのあたりについてお話ししたいんですが、まずは色選びなんですが、短パンっていろんなカラーバリエーション ありますよねその中で僕がですね、皆さんにお勧めしたいのは、ブラックですとかネイビーですとか、まあある種無難な色なんですけども、まあそういったものの方が、 短パンというアイテムが持つカジュアルさというところをある程度抑えることができるかなと思うんですね。今僕が履いてるのはユニクロのギアショーツ。これはもう定番でめちゃくちゃ使い勝手がいいんですが、まあ、素材感としてはですね、ちょっとこうカジュアルなところはあるんですが、色をブラックにすることで一定の綺麗さをですね、出すことができるのかなと思います。そしてシルエットなんですが、まあ、最近はですね、 タイトな短パン、丈が短い短パンというところは、ちょっとトレンドアウトしてるところがあるので、長さとしては、膝よりは短いんだけども、あんまり短すぎるのは NG かなと思うんですね。まあ、適度に長さがある。まず膝の中心部からだいたい 4センチぐらい短いぐらいですかね。これぐらいが適正かなと思うので、これぐらいの長さがいいと思いますし、あと、裾幅もですね、あんまりタイトなのもですね、今は旬ではないので、適度にゆとりがあるのが理想的で、まさにユニクロのギアショーツが、もう買ったらそのまま履けるような高バランスなので、ぜひ皆さんもですね、こちら、トライをしていただきたいなと思います。まあ、こちらはですね、値段安くて使いやすいんですが、もうちょっと大人っぽいものを履きたいよねとか、まあ、夏は着用点数が少ないので、 ちょっとブレードアップしたいよねという方は、これまた夏の定番ですね。グラミチ、こちらを合わせてもらうと間違いがないかなと思いますね。 まあこのショートパンツがまさにこう大人の休日着としては鉄板中の鉄板で様々なセレクトショップとコラボレーションもしていますのでぜひ見ていただきたいんですが僕愛用しているのはアーバンリサーチとのコラボレーションのものですねこれ今から2年前に買ったものなんですがちょっとですね当時のトレンドとしてはやや短く履きたい気分だったので長さをですね1.5センチぐらい短くしちゃったんですねそれをですね今年履いたらちょっと短いかなと思ったので今回はこちらを履かずに ギアショーツを履いたんですが、最近のコラボレーションモデルですね、ビューティアンドユースのものがすごく良かったかなと思うんですが、長さもこちらよりもちょっと長くて、まさにギアショーツ的な感じで履けるので、もうちょっと価格帯を上げて質感を上げたい方はグラミチューものがいいかなと思うので、こちらもぜひチェックをしていただきたいなと思います。そしてコーディネートなんですが、どうしようかなと思ったんですけども、上半身は今回はですね、ニット T シャツを合わせました。これも2年ほど前にユナイテッドアローズで買ったものなんですが、こういったショートパンツを カジュアルなものには適度に綺麗感のあるものを合わせた方がいいかなと思います。 T シャツ、短パン、サンダルだとめちゃくちゃカジュアルが高いので今回は T シャツのように半袖でラフなんだけども素材感はニットというものこういったニット T シャツみたいなものはすごく短パンと相性がいいのでぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思いますその他にはオープンカラーシャツだとかリネンのシャツこういったものも襟がついているので一定の綺麗さというところが担保できるので割と短パンのスタイルには合いやすいかなと思うのでこのような短パンには綺麗めなアイテムもぜひ合わせていただきたい なと思いますで、足元なんですけども、サンダル系も合わなくはないんですが、やはり少年感が出てしまうので、まあ、先ほどまで履いていたグルカサンダルですね。サンダルというジャンルではあるんだけども、レザー素材にすることで一定の綺麗さが出るので、すごく相性がいいかなと思いますし、あとは結構使いやすいのが、ブラック系のレザースニーカーみたいなものですね。まあ、スニーカーの中ではかなり綺麗度が高いので、こういったものでちょっと大人っぽさを出してあげるとバランスがいいかなと思うので、ぜひですね、短パンには綺麗めの トップスだとか、あとはシューズですね。過剰になりすぎないものをですね、ぜひ合わせていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目は皆さんも予想通りこれですね。 黒のイージーパンツ。これはですね、季節関係なく、僕のクローゼットの中には常にありまして、一番履いてるのはなんだかんだでこれですね。まあこれは使い勝手がいいので、ぜひ皆さんにもご紹介ができればなと思っています。僕は今履いてるのはグリーンレベルのですね、ものなんですが、まあ夏らしいですね、薄い素材のもの、黒パンでもたくさん出てるんですね。で腰回りはイージー仕様、全部ゴムになっているので、楽っていうものが結構夏場でも使い勝手がいいんですね。 というのも、夏場って僕は上半身に綺麗な色のものを持ってきたいんですね。まあ、T シャツもちょっとこうプリントの入ったものとかも着たいし、今着てるようなこういったブルー系の綺麗なものなんかを着たいんですが、そういったものを着たときに、 ボトムスをブラックで引き締めると全身のバランスが取りやすいんですね。そういった意味で頭を使わずにすぐにですね、綺麗なトップスとの組み合わせを完成することができるので、こういったブラック系のイージーパンツは1本は持っておいて間違いがないかなと思います。まあ、シルエットもですね、ちょっとゆとりがあるものの方が夏には空気が通り抜けるので気持ちがいいかなと思うんですね。 ビタビタのクロスキニーとかは夏場はですね、本当に暑いので、ちょっとこのような緩めのシルエットで、テーパードが効いてるものだと、僕は使い勝手がいいかなと思いますね。このグリーンレベルのパンツはまさにですね、シルエットが使い勝手がいいですね。細すぎず太すぎずというところなので、まあ皆さんにもですね、ぜひご紹介ができればなと思っています。先ほどもお伝えした通り、トップスは何にでも合うんですね。今回ですね、グリーンレベルさんとコラボレーションした、ブルーのですね、半袖シャツを合わせていますが、 こういった綺麗な色と合わせるには最高なんですよね。あとはベージュだとかブラウンだとか、ちょっとこうカジュアルで失敗するとやぼったく見えるような色と合わせながら、 ボトムスで引き締めるという使い方もできるので、まあ本当にね、使い勝手の幅は広いかなと思うので、こういったブラック系のイージーパンツは、まず持っておいて間違いがないかなと思います。足元はですね、白系のジャーマントレーナーだとか、あとはグルカサンダルなんかでも合うので、まあこれまた何でも合うかなと思います。ただブラックのレザースニーカーとかローファーを合わせてしまうと、ちょっとこう重たい感じがするので、白系でちょっと明るさを出すか、レザー系のサンダルで肌を少し見せるだけでも、 パンツと同色系でも全然ですね、サンダルは軽く見えるかなと思うので、そういった着こなしもトライをしていただければなと思っています。ちなみに僕はブラックのボトムスだけで何本あるのかなおそらく10本以上持ってるかなと思うんですが、その季節によって素材の質感とか、 薄さっていうのは変わってくるので、僕は結構本数をたくさん持ってるんですね。まあ、定番のユニコーンのスマートアンクルパンツ、このあたりでももちろんいいかなと思いますし、トレンド感強く出したい方は、タックテーパードパンツですね。これまたユニコーンものなんですが、もうちょっとシルエットは太いので、そういったものを使ってもらうのもいいかなと思うんですが、いずれにしろブラック系のイージーパンツですね。 スラックス見えするようなものは使い勝手が抜群にいいので夏も暑苦しいなと思うかもしれないんですが上半身で明るさを出したりだとかカジュアル感を出してその分ボトムスで引き締めるという着こなしには抜群に役立ちますのでぜひ皆さんも一本は揃えていただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の夏のボトムスは、この3本だけあればいいというテーマで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、かなりですね、厳選をした3本だったと思うんですね。まあ、中には、もう季節を問わずに、これ1年中上げてるよねというですね、黒系のスラックスがあったかなと思うんですが、まあ、こういったものを軸にしながら、ショートパンツがあったりだとか、あとは夏らしい素材使いのシアサッカーパンツですね。このあたりがあれば、結構十分に夏の着こなしは回せてしま ししままううかななとと思思のでで皆さんすすね参考にしてていいただければなと思っています、まあ、ちなみに今回ご紹介したアイテムに関しましては、まあ、同じようなものがあればそちらをご紹介しますし、なかった場合はですね、似たようなものを概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもぜひチェックをしていただければなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますそちらはですね 定期的に生のライブもやっていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また最近ですね、オンラインサロンを始めました。こちらはですね、文章と写真ベースでなるべくコンパクトに サクッと埋めるような生地をですね、1日だいたい5本ぐらい出していますので、まあ、最新のアイテムですとか、コーディネートの解説なんかはですね、こちらでチェックできるかなと思うので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。